東京オリンピック記念貨幣とは、1964年10月10日より開催された第18回夏季オリンピックである東京オリンピック大会を記念して発行された銀貨であり、記念貨幣としては日本初のものである。1000円銀貨及び100円銀貨の2種類が発行された。東京オリンピック記念1000円銀貨東京オリンピック記念100円銀貨日本で、 初の開催となった第十八回夏季オリンピック、東京大会の記念貨幣の発行が、1964年2月14日、池田首相の決断により閣議決定された。当初は100円銀貨を発行する計画であったが、当時高度経済成長真っただ中にあり、通貨需要が、飛躍的に伸び通常貨幣の大増産を行っている、中、増平局における100円銀貨の製造能力の、 関係上、直径、両目及び材質は100円通常貨幣と同等のものとされた。また、昭和39年度の100円貨幣発行計画分8000万枚をすべて記念貨幣とし、既存の設備を流用して精霊による図案のみの変更で発行することとなった。また、当時、電子部品配線用及び写真観光材料など、世界的な銀需要の伸びの背景による、 銀貨発行の制約もあった。しかし東京オリンピック組織委員会の強い要望により、より高額でサイズの大きな銀貨の発行が検討された。当時、臨時補助貨幣として規定されていた有効な貨種は1円、5円、10円、50円、100円の5種類であったため、1000円の額面の貨幣を発行するためには特別立法が必要であった。 そのような状況の中4月20日にオリンピック東京大会記念のための1000円の臨時補助貨幣の発行に関する法律を制定するに至り1000円銀貨の発行となった造幣局内での貨幣製造は繁忙を極めていたためこの1000円銀貨製造では円形作成までの段階の作業は民間会社に委託された発行枚数は1000円銀貨は各世帯に1枚 100円銀貨については国民一人当たり一枚を目安として決められたものであった。100円銀貨の図案は工房によるもので2月21日に新聞、テレビ、ラジオ、官報などで広報され4月6日に応募作品3万512点の中から成果及び五輪をデザインに取り入れた前島正子の作品が一席に入選となり採用された。千円銀貨の図案は 造幣局内で作成され、日本を象徴する富士と桜をデザインしたものである。記念貨幣の引き換えは、大会直前から始まり、100円銀貨は1964年9月21日、1000円銀貨は、同年10月2日から、金融機関の窓口で両替えという形式で、交付された。1000円銀貨については引き換え当日から、長蛇の列ができ、間もなく、品切れとなり、 直ちにプレミアム付きで、貨幣賞で販売されるという反響ぶりであった。100円銀貨については、発行枚数が多かったため、一部は、稲穂通常100円銀貨と共に流通した。この記念貨幣発行の成功により、発行による120億円に上る収入の一部を、大会運営費に充当することができ、その後、この成功をきっかけに1970年の日本、 万国博覧会の記念貨幣をはじめとして、記念貨幣の発行が相次ぐようになり、諸外国と比較して、大量の発行枚数、金融機関における両替による発行という景式がしばらく定着することになる。当初はこのような大量発行であっても、多くの国民が記念貨幣に関心を持ちプレミアムさえつき、発行量を十分受け入れられる状況であった。 また日本初の記念貨幣発行は貨幣収集ブームのきっかけとなり収集貨幣の相場は上昇し陶器的となり1973年初頭には空前の高値をつけるに至り1000円銀貨については2万円を超える高値で取引されることもあったしかし同年4月物品税法改正により銀品位92.5%以上1万7000円 以上の商品が課税対象となり1000円銀貨も対象となったため取引相場が急落した。それでも1980年頃までは1万円前後の取引価格を維持していたが次第に貨幣収集人口の減少に伴い記念貨幣に対する社会の関心も薄れ下落の位置をたどりプレミアムは小さくなっている。それでも現在でも貨幣収集市場での取引価格は 額面の1000円よりも確実に高い。世界初のオリンピック記念貨幣は第15回大会の1952年ヘルシンキオリンピックを記念した500丸か銀貨であり、1951年名と1952年名が発行されたが発行枚数は少数にとどまるものであった。次は第18回東京オリンピックの本記念貨幣であり、これを講師として 第19回1968年、メキシコシティオリンピック、第20回1972年ミュンヘンオリンピック、第21回1976年、モントリオールオリンピックと、相次いで多量の記念貨幣が発行され、収益の大会運営費への重当目的の発行が状態化していった。この背景には激増する大会の運営費用があり、また、 東京大会の記念貨幣の発行の成功によるところが大きいとされる。冬季オリンピックでは1964年、インスブルックオリンピック1972年、札幌オリンピック1976年、インスブルックオリンピックなど続けて記念貨幣が発行されている。その一方、1968年、グルノーブルオリンピックでは、 記念貨幣が発行されず、現地の住民の間では、大会の運営費用の穴埋めのため、また税金が高くなるとの嘆きの声が聞かれたという。ありがとうございます。